やってきたのは戦いが行われた愛知県新城市。どうも、こんにちは。こんにちは。長篠の戦いに詳しい湯浅大二さんに案内してもらいました。右側の丘が煉獄の陣地。はい。それに対しまして、左側の丘が武田軍の陣地になります。はあ。 織田と徳川の連合軍は設楽原で武田軍を迎え撃ちました戦いで大きな効果を発揮したのが馬防,柵です馬防柵は武田軍の突撃に備えて作られたもの鉄砲で狙うにも最適でした ただし、ある弱点が、平和銃の射程距離っていうのがあって遠くても当たる距離が50メートルぐらいになりますので、ですのであの真ん中の一番低いところ、はい、そこまで引き寄せて撃つ必要がありました。ですので武田軍があの山を降りてきてこちらへ来てもらうっていうのがもうこの戦いの勝敗の分け目になります。つまり馬房作は武田軍が攻めてこないと役に立たないものだったのです。 そこで坂井忠次が、えー、こちらへ武田軍を来させるという作戦を立てます出たそこで坂井の作戦そうです。はあ<ー>江戸時代の記録に忠次の言葉が残されていました飛ヶ洲山砦を襲いましょう。そうすれば 武田は必ず敗れます飛びガス山砦とは武田軍の後方にある陣地ですここを落とせば武田軍は退路を断たれ前に進むしかありませんその作戦のポイントはどんなところにあるんですかえ武田軍に気づかれないように動くルート設定っていうのが一番重要なポイントになってきます 忠次が選んだルートとはそのヒントが戦いの3年後に書かれた流しの日記にありましたなんと忠次が通った場所が記されていたのです広瀬の川、はい、これ地名ですよね地名です出た地名っぽいところ吉川村はい 出てきた地名を地図にマークするとおなんとなくルートが見えてきましたね山の裏からこっそり回っていったわけですかはい見えてきたのは山を通る1 5キロの道のり随分と遠回りですがた忠次にはある狙いがありました それは標的である飛ビガス山砦に行けばわかると言いますここからタダツグの進撃ルートに目を向けると山に隠れて全く見えませんどうしてこのルートを思いついたんですか、ね、堺タダツグはこの東三河を抑えている徳川康の筆頭がろでしたですのでこの辺りのことは熟知をしておりました 土地勘はあったんですね奇襲を成功させるため忠次は夜の間に行軍を開始します。というわけで登山ガイドの田口直樹さん協力のもと忠次たちが通った夜の山道を調査しますもう,もう岩,岩だらけですねこ,れこんな道を登ってたのか昔の人は。 思った以上に険しい道のりさらに深い谷になってますねいやー怖かなり危険な場所も作戦遂行のためには明かりもつけられなかったはずです一回やってみますやってみましょうかどんな暗さだったのかああ 消して。ちょっと照明さん消してもらっていいですか？うわ、全く見えない。いやちょっと待って、無理無理無理。怖い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 。怖い。いや本当に助けてくれ。いやあついた。本当にいやいやちょっと待ってください。本当に怖くて。行きましょう。はい。行きましょう。しっかりって頑張てください。 片次はどのようにして危険な山道を進んだのでしょうか謎を解く手がかりが流しの日記にありましたなんと道案内をした人物が豊田透介どんな人物だったのか透介の子孫が 今もこの地に暮らしていました。こんにちは。こんにちは。透輔から十二代目にあたる豊田明さんです。東輔は三代目になりますのでね。はい、豊田透輔、これ。明さんによると、東輔はこの地の有力者だったといいます。 山に入るってことがおそらく頻繁にあったと思います安全に飛び合わせま,まで連れていくという重要な役割を担うにはおそらく豊田東介以外にはいなかったんだろうなと思いますあ、なるほどいやあ、明さん責任重大ですね,ね本当だわ <laughs> 恥ずかしくなるね忠津 <laughs> 軍は奇襲ルートに詳しい地元の人物をあらかじめ手配していたのです しかし問題はそれだけではありませんでしたどうやらここを降りるみたいですねここ行く手を阻むのは1 0ルはありそうな急斜面いやこれは無理でしょう急ですし難易度高くないですかねこれ。 もう転ぶと続いて将棋倒しになってしまう危険がありますね忠次はこうした難所を乗り越えるための柵を用意していました木の根に縄をつけ一人ずつ通した事前に縄を準備することで安全を確保していたのです よし、着、はい、いた。い,たたいやー、やった。